ちょっと変な我が家のルール。鳥取県境港市ちょちょさんのちょっと変な我が家のルール。ちょっと太ったかな。体重測るか。我が家では。どうした顔隠して。お父さんの体重は見てもいいの？見ていいよ。だってお母さんを見ちゃダメって言ってたよ。え？ねえ、妻の体重計は覗いてはいけないこと。何？東京都足立区春真央さんのちょっと変な我が家のルール。おじいちゃんもうちょっと言って。我が家で集合写真を撮るときは。パパ急いで。はい、チーズ。必ず顔に落書きして変顔をすること。ということで、ちょっと変な我が家のルール。